どうも。来たわね。今日は重大発表があるわ。時の海王神様、一体何があったんですか？落ち着いて聞いてね。なんと、ついに時々が卵を産んだのよ。卵ですか？そう、時々の卵よ。とぉとぉめでたいことじゃの。あの、時の海王神様、急ぎの用というのはこのことですか？そうよ、早速お祝いしなくちゃね。なんだ、俺はてっきり歴史の改変が発生したのかと。なんだとは何よ、分かってないわね。この宇宙、いえ世界全体にとってスーパーハッピーなことなのよ。はあ、そうなんですか。そうか、お前には話しとらんかったの。時々は時間を司る鳥でな、この卵に詰まっておるのは宇宙の時間そのものじゃ。この卵が孵化した時、新しい宇宙の歴史が始まるということじゃな。へえ、そんなすごい卵なんですか。さあ、パーティーの準備をしなくちゃ。私も手料理を振る舞うわよ。え？ちょっと待ってください。パーティーはまた今度にしませんか？ティー！もう新しいエプロンも買ってあるのよ。それは楽しみですけど、今日はあんまり食欲がなくて。そう？なら仕方ないわね。はあ。パーティーは全員揃ってからにしましょうか。あなたのパートナーもまだ帰ってきてないことだしね。そうですね、無事だといいんですが。ふん、まったく電話の一つでもかけてくりゃいいのにの。ええ。これは歴史の改変。ご苦労様。かなりの量のキリが回収できてるわね。ターレスもスラッグもクーラもいい仕事をしてくれたわ。予測をはるかに超えたダメージエネルギーを持ち帰ることができたもの。確かに俺は以前よりもはるかにパワーアップした。だがなぜだ、この湧き上がってくる不安は。数字では測れない得体の知れない力、俺にはない。奴らのあの力の正体は何だ。この男もそうだ。捕まえる時計測した値よりもずっと強かった。トアの改造によってあの時よりも今のこいつは確実に強くなっているはずだ。だがあの時のような怖さは今のこいつにはない。あの力の正体は。ミラ、いい頃合いよ。いよいよ例の計画を始めるわ。あなたたちも暴れたい頃でしょ。
を見ているカカロット。お前の相手は君の俺だ。あれはフロリ、ご苦労を目の敵に。凶暴な怪獣、こんな役に入ってこられたら敵がめちゃくちゃになってしまいます。マジックの何でもない気がするな。今来てるのか。勝負はお預けだ。どうやら貴様は魔人ブーが気になって集中できないようだからな。ジタみんなでやればきっと魔人ブーに勝てるさ。さすがの貴様も無断の疲れとはしょうがなかった。俺が出してしまった魔人ブーは俺が掲げる。その後の決着はその後だ。まだ俺が生きていたらな。不細工なマヌケ面が魔人ブーか。俺一人地獄にはいかん。貴様も道連れにしてやる。おい貴様、俺が魔人ブーの相手をする。やっ、ブロリーを倒せましたね。この修理の流れに戻るか。ちょっと痛かったぞ。うやや、お前なんか嫌い。ブーが本来の歴史より強化されています。ここは父さんに加勢してください。最後に心置きなくカカロットと戦うことができたぞ。礼を言う。もういい。早くここから離れるんだ。急げ。これは失礼した。私はお前を甘く見ていたようだ。トランクス、ブルマを、ママを大切にしろよ。え？お前は赤ん坊の頃から一度も抱いてやったことがなかったな。抱かせてくれ。なんだよパパ、やめてよ、恥ずかしいよ。元気でな、トランクス。二人を連れてできるだけ遠くへ離れてくれ。急いでな。頼んだぞピッコロ。貴様の片付け方が分かるよ。やっとな。ん？あいつは初めて自分以外の人のために戦おうとしているな。俺の命を捨てた。貴様を倒す。二度と修復できないよう粉々に吹っ飛ばすことだ。さらばな、ブルー、トランクス、そしてカカロット
お疲れ様。今回も頑張ったわね。父さん。お前さんには辛い歴史じゃったかもしれんな。しかし、感傷に浸っとる暇はないぞ。まだ歴史の改変が完全に治ったわけでは。ちょっと。なんじゃい。デリカシーがないわね。こういう時は少しの間そっとしとくもんでしょ。いえ、大丈夫ですよ。ありがとうございます。父さんは俺の誇りです。俺も落ち込んでなんかいられませんよ。ともかくお疲れ様でした。今は体を休めて準備ができたら声をかけてください。